どうもこんにちは、ひろたでございます。本日からですね、こちらの企画でお送りしたいと思います。その名もホットプレイリスト。どういうコーナーかと申しますと、私の好きな音楽アーティストなんかを独断と偏見にまみれた形でちょっと解説をしていきたいなというコーナーになっております。記念すべき第1回目はこちら。はい、スキマスイッチさんですね。もうね、めちゃめちゃ好きなんです。僕最初その中学校の時に携帯音楽プレイヤーみたいなものを買ってもらって、まず最初に入れて自分でこうイヤホンをして聞いたっていうのがスキマスイッチさんだったんですよ。まあ、なので聞き始めからもう10年以上ずっと聞き続けてるアーティストさんなんですよ。だから本当に僕のその音楽感というか音楽の聴き方みたいなところからずっとこう育ててきてくださったアーティストということで、今回第1回目ということでご紹介をさせていただこうと思います。じゃあまずですね、スキマスイッチさんどういうアーティストなのかっていうところで解説をさせていただきたいと思います。スキマスイッチさんね、お二人でやられてるユニットの名前で、ボーカルの大橋拓也さんとピアノをご担当されている時田慎太郎さん、お二人でやられてるんですよね。はい。そうで、作詞作曲は一応お二人一緒に担当されているっていう、こう歌詞の独自性だったりっていうところもこう後でちょっといろいろご紹介をさせていただきたいんですけれども、結構 J-POP シーンで長くご活躍をされているアーティストさんでございます。それでは本日、スキマスイッチさんの曲3曲ご紹介いたします。こちらです。はい、ということで1曲目ですね、暁の歌という歌をご紹介させていただこうと思います。この曲ですね、そうなんです、歌詞の共感性というところでまずおすすめをさせていただきたいと思っております。なんて言うんでしょう、自分がこう入っていきやすいというか、自分のことのように自分視点で歌詞を理解できるというか、そういうところですごくこの曲の力を感じるな。まず聴いてみましょう。はい、ということでですね、守ろうとした手のひらで握りつぶしてしまうよと、旅の頭でこういう歌詞だったんですけど、本当に分かりやすい言葉なんですよ。なのに自分がこうその場にいるかのような、何度かないですか、大事にしすぎて何か壊してしまうとか、人との関係だったりももちろんそうなんですけど、万人がなんか経験してることのように聞こえてしまうっていう不思議な歌詞で、スキマスイッチさんってまずお二人曲を作るらしいんですよ。でその曲に対してこう歌詞を入れ込んでいくんですけど、スキマくんっていう、こう主人公を立てるらしいんですよ。でそこにお二人がいろんな設定を組み込んでいくんですよ。例えば彼女と別れてどのぐらいだとか、こういろんなこう角度から設定を盛り込んでいくんですけど、その設定に大橋さんだったり時田さんの価値観がすごくこう色濃く反映されている。なのですごくこう一人称視点で隙間くんが見た景色っていうのを僕たちも捉えることができるっていうところで、なんかこのお二人 の、 その歌詞の作り方みたいなところからも自分視点で見れるとかっていうところに繋がってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、この曲超も良くて、あの A メジャーコードっていうそのコードが基本的に使われてるんですけど、ちょっとこれ聞いてみましょう。はい、数あるメジャーコード、まあ、例えばドミソとかだったら、はい、と比べるとすごく明るいし、なんか優しげなんですけど、どこかなんか切なさを感じるような調で、なんかこれ聞くとすごく歌詞の内容も相まってめちゃめちゃ悲しくなるというか、あったかい気持ちになるというか、
ていう、すごく気持ちが動かされる要因がいっぱい詰まった曲なのかなと思っておりますので、ぜひね、ちょっと聴いてみてください。はい、ということで2曲目、スフィアの羽という曲をご紹介いたします。この曲もね、中学生の時からずっと聴いてましたね。いわゆるこの曲って応援ソングなんですよ。落ち込んだ時に聴くと元気出るぞ、そんな歌なんですけど、なんでしょう、スキマスイッチが歌うとやっぱり全部爽やかになるのもそうですし、頑張れっていうことをすごく強く押し出してこないというか、応援を強制しないじゃないですけど、頑張れ頑張れみたいな感じではなくて、むしろこうそっとこう背中をトンと押してあげるような、そんな曲になってます。ちょっと一回聴いてみましょう。はい、っていう感じなんですよね。いやー、いいですね。なんでだろうって今思ったんですけど、やっぱり一人称なんですよ。最後なんて言ったかって、いつかどんな困難が押し寄せても行けるとこまで行くのだ、頑張れじゃないんですよ。この人が頑張るっていうところを歌で歌ってるんです。だからじゃないかなってちょっと思って今、まあ、ちょっと歌詞全体的にこれね、聴いていただいた方は調べていただきたいなと思うんですけれども、全てを通してやっぱりスキマスイッチさんの一人称で語られてる、一緒に頑張ろうぜっていう風に言ってくれてるっていうところで、僕この曲大好きです。あとそのなんだろう、爽やかな曲調を助長しているのがコードですよ。コード B メジャーコード、さっきは A メジャーコードでした。それの全音上、ちょっと聞いてください。うん。はい。ドミソの C メジャーコードの底抜けに明るい感じと比べると、これ C メジャーコードから半音下なんですよね。なんかちょっと大人っぽい響きがするんですよ。僕はね、すごく感じるところは、このくらい感じの雰囲気もなんとなくあるような調なので、普通の応援ソングじゃないなっていう違和感みたいなものって、こういうところからも来てるんじゃないかな。かつすごくこうやっぱり明るい調であることは間違いがないので、応援ソングとしては一緒に頑張ろうっていう感を助長しているっていうのも、このコードの区割りなんじゃないかなっていうふうに思っております。全曲ちょっと聴いていただきたいと思いますね、これは。はい、ということで3曲目、スモーキンレイニーブルーという曲をご紹介します。この曲まず聴いてください。流しますんで。いやー、いいっすね、かっこいい。はい、実はスキマスイッチさん、こういうダークですごくこう黒い曲も作っていらっしゃるんですけれども、めちゃくちゃかっこよくないですか。今まではちょっとこう歌詞と曲調とっていう話をしてきたんですけれども、これに関してはめちゃくちゃテクいことやってるんですよ。どちらかというとこうポップスっていうよりは黒人音楽的な、ちょっとこうファンクな要素だったり、コードもちょっとね難しくジャジーなコードを使ってみたりっていう風にテクニカルなことを盛り込んでいるんです。 CD 音源なのにドラム、ベース、ギター、もちろんピアノと大橋さんのボーカル、ここのライブ感、生でやってるまで感じさせるこの熱量、このテクニカルさとこの熱量と、これが掛け合わさるとめちゃくちゃいい音源になるんですよ。うわっと思っちゃって、これ聞いた時に僕ここ
5年ぐらいで黒人音楽の方かなり聴いてはきてて、でちょっとこう一回スキマスイッチ戻ろうかなと思ってこれ聴いてもう驚愕しちゃって、こんな黒い音楽もやってるんですかみたいな感じになっちゃって、言葉でこう完全には言い表せないような音楽のかっこよさみたいなところもスキマスイッチの押せる大きなポイントになってくるので、ぜひちょっと聴いてみてください。はい、ということでスキマスイッチさんの曲3曲ご紹介してまいりました。ね、この動画でちょっと聴きたくなったよっていう方が、いてくださったら嬉しいなというふうに思っております。こんな感じでね、好きな音楽だったりアーティストさんご紹介していきますので、チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。